だろう。きっと笑顔って意味。あ、ニコちゃんスマイル的な。そうかも。このウサギってこれまでちょいちょい出てきたやつなんすかね。迷宮の中で見かけたウサギとは色が違うようですが、そういえばあのウサギはまるで僕たちをここに導いたかのようですね。レイちゃんたちはこれ見たことある？わかんない。そっか、じゃあ手がかりなし？どこかでこれを。でも4つ、ここには4つの迷宮がある。何かを隠していて万人が守っている。私にはここでやるべきことは使命。そう、使命があった。思い出したの？ダメだ、それだけしか。無理しないで、それだけでもすごいことだよ。万人っていうのはさっきの女王様みたいなシャドウのこと？ああ、そうだ。あのような強大なシャドウが何かを守っている。ゼン君が思い出したのはその多分そうだ。これに触れたらなんだかぬいぐるみの記憶が封印されていた。レイは何か思い出さないか？わかんないってば。そうか、ではこのぬいぐるみは私が持っていよう。先ほどのシャドウはこう言っていました。絶対にこの世界から出さないと。ぬいぐるみを手に入れてみると、ゼン君の記憶が少し戻った。これが偶然でないと仮定すると、次のように考えられるでしょう。まず、あのシャドウに代表される誰かが、僕たち。悪じゃん！そして、その誰かにとって、ゼン君の記憶が戻るのは都合が悪い。もっと言えば、その誰かが、ゼン君の記憶を奪った可能性が高い。でもって、あと3つの迷宮を回って、万人が守っているものを手に入れれば、善の記憶は取り戻せそうって感じか。3つ？なんでわかるんすか？善が言ったろ？ここには4つの迷宮があるって。ここが1個目だったんじゃねえか？あと3つか。きっと、その誰かが隠したんだ。迷宮の中に。だが、例の記憶は戻っていない。例の記憶はどこに隠されてるんだ？金が。この金、僕たちの方でも鳴ったんだ。この金に何か意味が？あ、やんだみてえだな。みんな大変だよ。ベルベットルームにある2枚の扉の鍵が外れそうなの。あ、何？ベルベットルームに2枚の扉があって、4つの鍵がかかってたのは知ってるでしょ？そのうちの1つが急に外れそうになって。マーガレットさんが扉っていうのは違う空間を繋ぐためのものだって。まさか、出口か。わかんないけど、とりあえず戻ってきて。4つの迷宮に、偶然、じゃないよね。ええ、おそらく。迷宮をめぐり、万人が守るものを手に入れると鍵が開く。その誰かが僕たちの出口の扉を置いておいたのだとすれば、挑戦状を叩きつけられた感じだよね。ちょ、里中先輩、何話ついてってんすか。鍵が開くのは万人が守るものを入手したからか、今はそこを区別する必要はなさそうです。要はあと3つの迷宮をめぐって万人が守るものを手に入れりゃいいと。その途中で誰かが出てくるかもな。うっす、そういうことなら任せてください。では戻りましょうか。ここに長居しても危なそうですし。僕たちは先に行ってる。戻ったらゆっくり話そう。アイス、たこ焼き、ドーナツ。あ、これが走馬灯？
無事帰ってこれましたね。おっと、これはまたまた違ったタイプの女子ですぞ。合流も無事に果たせたようね。つい先ほど彼らと会ったのです。妹エリザベスと弟のテオドア、それから彼らのお客人とそのご友人たち。どうやら彼らもこの世界に呼ばれたようなのです。と申しましても、私たちとは違う場所。情報量多すぎ。私から話そう。私はキリジョンにする。我々は月光館学園の生徒である。特別課外活動部 SEES の一員としてシャドウ殲滅を目的に活動しているペルソナ使いだ。シャドウ殲滅。ペルソナ使いって俺ら以外にもいたんすね。我々もついさっきマーガレットさんから聞かされたばかりで、正直言って混乱している。君たちは影時間を知らないらしいな。影時間？やはりそうか。おいおい話そう。時間はたっぷりありそうだからな。わからないことだらけだが、ともかく今我々はここに閉じ込められている。君同じように閉じ込められている。ひょっとしてペルソナ使いを集める理由が。我々の現場リーダーは彼だ。彼は2年生だ。複数のペルソナを自由に召喚し使いこなすことができるワイルドの力を持っている。ワイルド？相棒と一緒じゃんか。二人のワイルド。加護の理由はこれ。よろしく。ついでにこのまま我々の自己紹介を済ませてしまおうか。そうだな、まずは3年生からだ。3年は私の他に2人いる。真田昭彦だ。ボクシング部の主将をしている。ぬぅ、イケメンは熊だけで十分ですのに。真田先輩、もうちょっと何か言いましょうよ。そう、好きなものはプロテインだ。ここにはなさそうですね。俺は新垣新庄、高3になるのか、一応見学中だが、わけあって活動部にだけ復帰してよろしく。わけって何？発表する必要があるのか。シリース。じゃあ、次は高2組だね。私は竹葉ゆかり。弓道部です。何か他に言うこと。学園のアイドルです。ちょ、やめてよ、アホかつの。いやいや、熊の中のアイドル急上昇株ですぞ。っていうか、さっきから君熊だったんだ。熊。なんと、この熊、キュートな熊柄を大胆不敵に脱ぎ捨てるとは。中からドレッシーで可憐な美少年がポーンと生まれるクマ。はい、ありがとう。じゃあ次は俺ね。伊織純平、平和をこよなく愛するヒーローです。お家がジュネス。もどい、某デパートだったりする。それ俺じゃねえか。次は私かな。山西風花です。みんなと違ってバックアップ型の能力で、あとよろしくお願いします。バックアップ？じゃあ私と一緒だ。お話いっぱいしよう。はい。私も月光館学園では2年生にあたります。アイギスです。彼のそばにいることが私の大切であります。もしかして付き合ってるとか。グループ内でそういうのオープンなの？変な空気にならない？それよりもう少し突っ込むべき部分がありそうですが。
次は僕ですね。天田健です。乾くと書いて健と読みます。僕は皆さんと違って高校生ではなく月光館学院初等部の5年生です。小 5? え10歳か。週1です。同じようなもんじゃねえか。一歳の違いは大きいよね。はい。コロマルさんです。満を持して最後の自己紹介に大変な意気込みようです。コロマルくんか、おいで。うわー、ふさふさ。おい、触らせろ。ねえ、っていうかこの犬コロモ、エロソの使いだ。飼い主が亡くなり、今は俺たちと暮らしている。そっか、よしよし、頑張ってるんだね。我々は以上だ。君たちのことも聞かせてくれなんて。よろしくお願いします。情報を共有しておきましょう。僕たちとあなた方は理由は分かりませんが、迷宮で出会ったゼン君とレイさん、彼らも閉じ込められていて記憶をなくしている。ああ、その通りだ。え、じゃあひょっとして俺らもこのまま出れなかったら記憶なくすとか。まさかな。まさかな。今んとこ否定はできねえかな。ともかくさ、みんな一緒に行かねえか。ま、それなら気持ちは一つってことだよな。いろいろと聞きたいことになる。私は賛成だが、君はどうだ。もちろん、よし。じゃ、決まりだな。すごいね、一気に仲間が倍だよ。天田くんとかコロちゃんとか高校生じゃない人もいて面白いね。やだな、こっちチームにはクマがいるじゃないですか。あ、いたんだ。仲間なのかな。緊張しちゃうね。そろそろよろしいでしょうか。待ってるんだけど、ずっと長い。そっちの青い人、ああいう感じか。割と上からだな。こっちはなんか危ういぞ。危うい、すぐ分かるって。この迷宮には出口はなかったようね。はい、影も形もございませんでした。やはり出口はあのベルベットルームの扉のように4つの鍵がかかった扉。ええ、先ほど伝えてもらった通り、そのうちの1つが今にも外れそうなの。じゃあ残りは3つ。ゼン君の記憶によると迷宮もあと3つ。今のところこれが対応していると考え、次の迷宮を探していいと思います。3つって結構ある。たっと3つだ、つまらん。先が長いのならもう少し助力が必要ね。妹たちも来たし、ちょうどいいわ。皆様、ベルベットルームへいらしてちょうだい。